はいはい。はい。まあちょっとね、始めるまでに3、4時間かかっちゃったな。疲れてるから二度寝したら起きちゃいました。はい。寝ちゃいました。なんで今日でウッドデッキを完成させていこうかなって思います。ちょっとこれ、動かしますか。はい、イースログです。今日は、まあ、ウッドデッキができちゃいましたね、意外と。7月末だっけな、そんなにできるの早かったっけっていうこと考えながら、まあ、見てますね。で、やっていきますか。まずはこれ、さっき動かして、レベルが変わっちゃったんで、まあ、前の1本だけなんだけど、はい、で一応、値段は入れておきます。本当はもうちょい大引きの間を狭めたいけど、それもできないんで、まあ結構無理くり作っていく感じになります。あーでもまあここですね、あのドア側の面をここで落としちゃったんですよ。これドア側の面から合わせて、多少なんだろう、あっち側工場側が短くなってもいいから、ここで合わせるべきでしたね。合わせる場所が逆でしたね。まあ、車の方、車の出入りがあるからっつって、その、工場側揃えちゃったんですけど、そもそも考えてみれば、そこまでね、長さないんですよ。だから、がっつり窓際に寄せて、スパン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 って切っちゃって、それで、長さ整えて、ここに出るのに、危なくない、多少、危険がないようにすればよかったかなっていう感じです。多少遠いんですよね。だからこれ、それがちょっとね、気になる。なので、まあ、次からはうまくやればいいやって感じですね。で、あと1枚板があるんで、それを、板バンバンって打ち付けちゃって、まあ、そこから出入りしてもらえるようにすればいいやっていう感じですね。いやー、でもこれ失敗したなー。もう取り戻せないですもんね。やる気がもう、ビスを外すつもりがないですもん、もう。で、ちなみにもう、出稼ぎにはもう、こう来月か、まあ今月末には行ってなくちゃいけないんで、まあそこまでの余裕はないですね。で、とりあえず、燃え尽きましたね。初めて買った、ボロ屋、平屋で。まあ、そんなボロ屋じゃないんですけどね、床は全然落ちてなかったし、でも床を直すのに結局その断熱材が1枚もなかったから、まあそれを入れるために床はぐらなくちゃいけなかったっていうことはありますけれど、でもまあまあよくやったし、燃え尽きましたよ。よくウッドデッキもできましたね。はい、あ、そうそう、設計の仕方で忘れたけど、ああでもこれ下の2本の値段がね、いらなかったかなっていう感じです。まあここにね、ちょうど高さが板が来ればもっと危なくはないんだけどね、ちょっと高いな、ちょっと高いね。ちょっと高くて、ちょっとウッドデッキ遠くなっちゃったね。はい、まあ、でもこのウッドデッキが遠くなったのは、あの二重窓の関係なんですよね。一応ここにスペースがあるから、二重窓のレールとかサッシを無理くり打っちまおうかなっていうので、これスペース開けたんですけどね。まあしょうがないか、まあなるようにしてなるんで、まあそれはそれでしゃあないですね。まあ大体これ根太の上に今補強して、まあこの分厚い板を乗っけてます。やっぱりその分厚い板といえど、どうせ腐るので、やっぱり腐った時にその値段みたいなものがないと一気にズドーンっていくんですよね。まあこの板自体が結構4センチ5センチあって厚いから、まあそんなことはないと思うけれども、まあ大体年には年を入れて、まあこの先10年は絶対作らねえぞという感じの覚悟で作りました。はい。まあ大体これもうちょい続けていく感じですね。で、まあ、ウッドデッキに関しては、これ、値段必要あったかなっていう感じですね。
個人的には財を余してももったいないから、まあちょっと贅沢になってもいいから、や使っちゃえみたいな感じで使ったは使いましたけど、結果これいらなかったかなって感じですかね。でもまあまあまあ振り返れば無駄な補強でしたね。まあ強度がないよりかはマシだし、そもそもまあ 2,3 年で壊れてもらっちゃ困るから、なのでまあ無駄に補強した感じでやったから、まあまあ全然いいと思うんですよね。まあ、要は値段を2本1枚の板に2本使うことによって、まあもちろん芯合わせで1本2本の値段の上に1枚置いたら、隣の板と芯合わせでもう1本の値段が2枚の板の端を支えるみたいな感じですね。まあ、かなり頑丈になったとは思うんですよね。だって僕が乗っても全然ビクともしませんもん。俺95ありますからね。はい、あと1枚ぐらい買って終わりかな。いやーでもね、でここでちょっと危ないかな。まあね、でもフラットにしなかったからな。まあフラットにしてないのがまあ出たね。特にまあここに出てる。まあ大体どうしようかな。まあなんかマットかなんかしてでごまかします。いやーでもここまで来てね、もう終わりが見えましたね。でこれ早く場所を作りたかったんですよ、物を置く。納屋を納屋でこの時全然散らかってたんで、で水雨が多くて納屋も水浸しになっちゃうんですよ。だから物を置けない納屋だったから、早く納屋を整備したかったんですよね。はあ、よっしゃできた。はい、で冷やした。私の一手でございます。もうちゃんと乗れるわ。まあちょっと横もなくてね。疲れた。いやでも感動っすね。まさかまさか自分でね、ウッドデッキって作れると思ってなかったんで、まあ冬の間ね、スキー場だったり、これは乗り漁師だったかな、今年は。あ、今年は乗り漁師だ。まあその間にDIY 動画を見て、できるつもりとできた気になって、その勢いで来ましたからね。なんでまあ、これができてかなり、スムーズになりました、DIY が。なので、まあ、これが、まあ、要因ですね。スムーズに進むようになった。じゃあ、こんな感じで頑張ってます。バイバイ。